防衛省自衛隊が開発する新型対艦ミサイル敵地上部隊の攻撃が可能に本日防衛省が開発を決定した新型対艦ミサイルについて政策評価書事前の事業評価を公表いたしましたこの中で遠く離れた敵の軍艦を攻撃するため衛星から目標情報を入力し 敵を攻撃すると、さらに敵の部隊が日本に上陸してしまった場合は、この新型ミサイルに敵部隊の情報を同じく衛星を通じて入力し、攻撃すると説明がなされておりますが、こういった新型のミサイルを自衛隊が日本が保有することによって敵が侵略してきた場合も、 比較的安全に敵を一方的に壊滅させることができるようになるんじゃないかと思われますので日本政府にはこの新型ミサイルの開発を急いでいただき今回は地上から発射するタイプの対艦ミサイルとしてまずは開発がなされますが今後この新型ミサイルをベースに航空機や 護衛艦から発射できるミサイルの開発も進められますので、日本政府にはそういったすべての新型ミサイルについて、可能な限り短期間に開発を完了し、敵の侵略に備えていただくように、お願いいたします。以上になりりまますごご聴いいたただきありがとうございました